はい、おはようございます。ともすがです。今回ペパマリ折り紙パート18ですね、やっていきましょう。前回はですね、川下りをして、でこの大江戸ランドというところにたどり着きました。で今回は大江戸ランドで遊ぼうというところでございますね。やっていきましょう。さて、大名パス入国手形を拝見じゃ。ははは、見よう、このお大名手形が目に留まらぬか。ふっふっふっ、ポン。ははは、お大名様のおどり。ははは、さて行くぜ、エグデイ。お、わあ、お城が見えた、素敵、かっこいいね。前回も言ったけど、青い紙テープの装飾なんてびっくり、ウォルト・ディズニーびっくり。この橋を渡れば楽しい大江戸の街なのね。ああ、もうワクワクですわ。大丈夫かな、なんか橋壊れたりしない、崩落しない、大丈夫、大丈夫か。いや、さっきの橋、弁慶と牛若村が戦ってそう。あ、なんだ、コロナ禍でこんなに人いなくなったか。え、これが楽しい大江戸ランド、誰もいませんわねえ。最近自粛してんのか。またもしかして今日はお休みかしら。え、でもちゃんと動いてたよ、受付も。入れたんだから休みじゃないっすよ。だよね。同じこと思った。なんすかね、どっかでショーやってるとか。だったら結構キャーとかうおーとか聞こえるはずなんだけどな。聞こえないよな。うーん、なんか書いてないか。お土産屋、オエドランド、公式ショップ。お、いいね、お土産。はい、全部、入れる？お、開いてんじゃん。あれ？店員さんは？ん？調べる。近日入荷予定。いや、入荷も、そうか、え、まだ開きたてなのかな？あら、開かな、あ、開ける。あー、閉まってるわ。アイテム？マンホール服？ダメよね。こじ開けられないよね。バールじゃないと。ちょっといろいろ入ってみたくなるな。こっちは何？あ、なんかいい感じのとこ。ん？ハテナ。総合案内所。ハテナ。案内所がハテナってどういうことよね。何も分かってないじゃん。ねえ。あ、やったー、宝だー。ヒッヒッヒ。これで億千書、あ？入国手形を拝見。ここも？あ、じゃあ、お大名パス。これでわしも、お大名様のおなーりー。一攫千金じゃ。あ、お、カークダリアのボート。お、お宝フィギュアゲットだぜ。にしても、お、ちょいと、そこ行く旅の方。お、何ですか。お、あら、どうかこちらへ来ておくんのまし。クリボー、クリボーなんか髪あったの。カツラかな。いや、カツラとか夢ないこと言っちゃダメだな。うん、行こう行こう。じゃあちょっと行きますか。ここにいてはやつらが。ささ、どうぞこちらに。ああ、なんてお丁寧な送り坊なんだ。あれかな、今回このペラペラな子たちは全然敵じゃないんだね。お、おー、旅の方どうかお助けください。あら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 、クリボーにのこのこに、ヘイホーアシュ。オエドランドが折り紙どもに乗っ取られてしまいました。あ、そう、やっぱそうなんだ。さらにヤセロはここのスタッフたちを片っ端から引っ捕らえ、お城の中に閉じ込めてしまったのでござる。お城の中に籠城したってことか。こんな格好までして気分を盛り上げて遊ぶ気満々じゃったのに。このままじゃチケット代じゃ丸損じゃ。どうにかしてくだらんか。あ、え、あなたたちお客さんなんだ。スタッフじゃないんだ。ここにも折り紙兵が、大江戸の平和を乱す不届き者ですわ。オリビアめっちゃ怒ってる。ウサギさんみたいに、ピーンってして。お、おう、マリオさん。誰？あ、川下りの人。川下りの下見に来てみたら、ほれ、見てみー。うわー、通れないじゃん。青いテープが邪魔して、水門が通れないだよ。うわ、迷惑すぎだろ。あー、しかも黄色の紙テープまで向こうに続いてます。わー、ほんとだ、オリビアと一緒の色。だったらやっぱり青テープをなんとかしないと先に進めないかも。まあやっぱそうだね。一歩一歩着実にね。ということで、青テープのためにも、お城に行かねばなりませぬ。マリオ殿、ボムノスケ殿、いざ、お城に乗り込みましょうぞ。どうした、オリビア。オリバさん、ノリノリっすね。ああ、ノリノリじゃないの僕だけだった。あ、よし、我も乗るでござるよ。でも確かに、スタッフがいなければ何もできないし、とりあえずお城っすかね。そうだね。
よっしゃよっしゃ、もう早速大将の首を取りに行こうぜ。あ、なにこれ、めっちゃふわふわしてそう。尻尾、近くの敵を尻尾で投げ払う。あ、あの3マリオ3のなんかタヌキマリオみたいなやつか。お城はそこのメイン通りをまっすぐ行った突き当たりでございます。おお、ありがとう。こっちは何とぞスタッフたちをお城から救い出してくださいまし。ああ、わかったね。ただお金が無駄になっちゃうもんね。僕も9800円使ったのに。ここのスタッフたちはお城の中に閉じ込められてるでござる。わかった、行くぞ行くぞ。皆の者、突撃じゃーと言ってもどこに行けばいいんだ。メイン通りまっすぐと言っても敵がそこら中にうにょうにょいるんだけど。ここ開く？開いた。あ、内輪だ。内輪ってか卓球ラケットみたい、これ。よいしょ。やっぱりピノキオ。私は内輪じゃありません。どちらかというと卓球ラケットだったね。最近ね、キノピを助けるんですけどね、あの時どういう反応すればいいのかなってちょっと迷うんですよ。危ねえ。あ、なんかいる、なんかいる、なんかあそこいる。ちょっと赤ずきんちゃんみたいなのいる。助ける助ける、先にそっち助けたかった。お、いいね、和風だ。うわ、多い多い、めっちゃ多い。やっぱあれ、ガスマックつけてんのは兵法と別ってことよな。どうしようか。ムーチョ、あ、ムーチョって言うんだ。へえ、なんかめっちゃフランスっぽい。行くぞ、ムッシュ、マドマーゼル、おっしょい、エクセレント。ふぅ、ムーチョ倒した、ムーチョ。いや、強い。あ、ありがとう、コムヘ。よしよしよし。さあ、どんな攻撃する？ん？並んでしょ。危ない、危ない、危ない。なんだ、口から鼻くそ。うわ、厄介、そういうのめっちゃ厄介だ。もう、敵を呼ぶなんて。仲間を呼ぶとか、ちょっと、いや、もういい、いや、あ、やった、アクセサリーだ。嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリー、アクセサリー欲しい。オエドランドのお土産屋の前で売ってますので、ぜひお立ち寄りくださいね。あ、もう今すぐ買いに行くわ。アクセサリーね、あった方がめっちゃ便利なんですよ、あれ。いた、ここだ。よし、花びら袋？これは、いるのか？買っといても、買っちゃおうか。趣が大事だからね。夏祭りで食べるかき氷くらい趣が大事だから。マイダリー、おい、ありがとう。お、何やってる？おいおい、不届き者。ほら。あ、すげえ。兵法も一発で倒せる。なんか隠したのか？おー、おー、いっぱい出てきた。ねへい、座布団取りゲームしてたんです。お、何それ。この真ん中の子が負け？また座布団取られました。やっぱりそんな気がしたわ。負けた人はそんな顔するもん。座布団あってよかった。何？ 3 人とも地なの？地がないとから座布団ね、地だから座布団がないときついのかな。わかるよ、その気持ち。お、なんだ、なんもないけど。そう、ここをバーンって叩こうか。あれ、あ、猫じゃん。わー、猫叩いちゃった。わはお、猫っていつもゴロゴロしてますよね。それでは私も失礼して。お前は働け。さて、左の方は大体見て回りました。じゃあ右の方行っちゃうか。お、わ、広いな、オエドランド。総合案内所、手裏剣道場、写真館、日の宮蔵、謎解きの間、オエド大丈夫、忍者屋敷、カラクリー、動物触れ合いどころ、エレガンズ D ラウンジ、ツイヤで、ツイヤか、でお土産屋。なるほどね。あ、僕、動物触れ合いどころと T ラウンジ行きたいな。あー、だと、見てたじゃん。後ろからなんてずるいぞ。よし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 。後ろから切りかかる不届き者は成敗してやったわ。ははは。あ、ちょっと待って。一旦この兵法たちにバレるとちょっと嫌だから。あー、そう、さっきすごいすごい。さっきなんか、紙っぺらが花びらになるやつ買ったんですよ。アクセサリー屋で。まあ、これしか売ってなかったんですけど。逃げる。こっちに逃げんのじゃ。あ、いいね、お団子屋さん。これがティーウンタラか。エレガンスティーラウンジ、筒屋。あー、いいねー。ん？あ、このお茶怪しい。これキノピオでしょ。あれ、違った。ごめん。疑ってました。キノピオバイアスに取り憑かれてました。お？あ、すごい、ワンワンいる。あ、ワンワン、ペラペラだから多分、あの子は悪い子じゃなさそうだな。そう。あー、そっか、いいのか。どうした、どうした？
どうしたどうした、なんだこれ。動物触れ合いどころ、骨100両、可愛いおちびにおやつをあげよう。動物ってお前かーい、君かーい。おっ、うわー、危ない。いや、こんな触れ合い、怖い触れ合いどころあってたまるかよ。うわー、怖いです。まんまるで可愛い顔なのにとっても怒ってますわー。ね、多分君のせいでしょ、威嚇すんなー。ねえ、おっ、おっ、おっと、マリオさんでしたか。あ、そうそう、さっき全身緑の人がそこの忍者屋敷に入っていったんです。全身緑、全身緑、メニューのも止まらぬ速さで入ってたけど、何かいいものでも見つけたんですかね。お、マジ、わー、その人忍者だったりして、それか全人サイズのただの変態だったりして。100両、こっちなんかあんのかな。お、なんか書が書いてある。おちびの飼育日誌、おちびの大好きな骨が品切れ中、お腹の空いたおちびには近寄ることすらできない。あ、だからその餌をなんか与えないとその忍者屋敷に入れないのか。じゃあこのカフェ入ってみましょう。カフェ、お、なんか、お、ちょっと待って、こっち怪しい。あ、全然怪しくなかった。お、なんか優雅に佇んでる兵法がいる。どうしたの。ここの、じゃあグラスが切れたくて飲みにくいってあれあれしない。ストロー持っててよかったわマイストローか、エコだな。マリオさん、ストロー持ってます？これでよければ使ってください。あ、いいの。え、だよ、今使ってたやつやないの飲み物を飲むための筒、誰かが欲しがっているのかも。めっちゃタピオカ飲めそうな太さ。ここのお茶もただ苦いだけで口に合わなかったなボロクソに言うじゃん。頑張ってんだよ多分ここの人たちもね。どこにキノピオいるんだ。あ、こん中か。入国手形を拝見。はい、ストロー。じゃあストローじゃない、お大名手形。大名様のほなーりー。お、普通にフィギュアだった。イガグリ、あー、あったね、あのボム兵が飛ばされたとこね。といってもキノピオどこいるんだ。あ、このレジの中。金金金金、やったやった。あー、それだけか。お、お、お、あ、なんか裏返せる。あー、いた。おー、すごいな、よく座れたな。私はお茶は口で直接飲み入りたい派です。あ、僕も。ね、やっぱそれが風流ってもんよね。君は下道だぞ、まったく。あ、でも僕タピオカ直接飲む派だったわ。さてと、高校とはおさらばして、こいつらを、負けない、もう戦う。僕は戦う。あ、あ、なんだ、強くなってるじゃん。よかったよかった。これはいいこと知ったわ。で、ここにいるね。肩はめされてる。じっと動かず、この辺りを観察してました。おう、何かあった？え？なんかあったの？なんかあったなら教えてくれ。それが裁判の証拠になるのよ。ね、僕の無罪を決めるのはあなたかもしれないのに。さて、ここなんだろう。なんか3つ扉あるけど。あ、3分の1開くやつでしょ。ほら。お？なんだ？あ、絶対あそこキノピオだわ。うん？あ、でも、無理だ。この壺はなんかある。あ、何も入ってない。じゃあこっち行こう。お、カロン。おーおー、なんか骨を投げ合ってる。それ、自暴自棄じゃなくて、ね、自傷行為じゃないの、それ。話す。カタ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 。やっぱり骨じゃ、キャッチボール、やりにくい。えー、ど、お大名手形これフリスビーみたいできるよ。あ、興味示さない。カタ、カタ、け、何それなんでそこだけ流暢なんだよ。もう、せっかく行為でやったのに。や、あー、ストロー？じゃあ。どうだ、ストロー？か、かたかた、け、何それ。腹立つ、腹立つ。あ、こっちは入れるんじゃん。さて、こっちまたいるっぽいけど、あ、じゃあ普通のキノコだ。たぶんこの中にいそう。あー、バッタなんでこんなとこに。やだな、ちょっと、異物混入してんじゃん。おー、そんなぴょん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 飛んで、心がぴょんぴょん。マリオさんもバッタ飛びで鍛えてみません？いや、遠慮するわ。プロテイン無料ならいいけど。ここもなんか、兄様印のシール貼ってるからいけないと。じゃあ、なんだ？真ん中の道を行くしかないのか、僕たちは。オッケーオッケー。お、なんだこれ。かっこいい手裏剣のマーク。手裏剣道場、ここ入る。無口な看板だな、また。ここ入れて。お、あ、これ絶対この、なんか手裏剣が、あ、いいな。手裏剣って結構作るの難しくなかったでしたっけ？簡単だったかな？折り紙で。ここの手裏剣上場のスタッフ、よくいなくなるんです。あー、多分それバカには見えないんじゃないの？もしかしてスタッフルーにはサボってんじゃないかな？あー、変わり身の術してんだ、多分。ね。頼もう！あれ、本当にいない。
ボーン、ボーン。あ、出た、丸罰ゲームやってる。エキスパートモード、ハイスコア 99.キノピオ。あ、やるじゃん、99って高いのかな。ここなんか書いてある？先着1名。スペシャル景品、イチローのサインボール。イチローって大丈夫か？あ、まあ大丈夫なのか。ノーマルモードにチャレンジしよう。これできるのかな？いや、特にはできそうにないな。まだ遊べないのか。じゃあ、ここに用はない。さてと、あ、なんか看板にいるんだけど。おお、さすが大江戸のシンボル、たくましいお城でございますわ。ねえ、もうたくましすぎてもうね、噛んじゃう。この中にスタッフのキノピオさんたちが囚われてるのね。でも大丈夫、そんな真正面から行って立ち向かえる。さっさとスタッフを助けて、ついでに紙テープも取って早く遊びましょう。そうだね、遊ぶってアトラクションいっぱいあるのかと思ったけど、大丈夫か。そんな捨て身タックル、文句飽きませぬ。ずいぶん荒々しいですね。そうだね、やっぱおてんばだからかな。すいません、ここ開けてください。そんな開けるか、折り紙兵のやつら、頭固いぞ。いやいや、折り紙兵が中から開けてくれるわけないっすよ。僕結構ボム兵と相性いいかも。ん？あ、か弱い私の力じゃ、この門は重すぎるのかも。あ、神の手とかどう？マリオ殿、お願いします。どうする？開け、ごま。いやいや、力押しは無理でしょ。じゃあ、やっぱ最後の手段、ボム兵の体当たりじゃない？あれ？ん？あ、鍵穴？ここ、鍵穴があるっすよ。なんでこんなところに鍵穴が？なんだ、鍵穴か。なんか折り紙の形、さ、鍵穴にできないの？オリビア折っちゃえば。じゃあ、鍵さえあれば開くんだ。簡単ですわ。ね、その頭突っ込むよ。でも、お城の門の鍵なんて、一体どこにあるんですかね。まあ、折り紙兵が持ってんじゃない？しょぼん。どこにあるかわからないの？わからないよ。そんな僕、常連じゃないんだ。じゃあ、鍵を探さないといけないんだ。簡単じゃなさそうですわ。鍵なんてどこにあるんだ。また一悶着ありそうだな。さて、これ間違えてデザインやんを自分の証明写真にしちゃったのかな。よいしょ、大丈夫か？よー、首だけかと思った。看板に貼られながら、そこの門でのやりとりお聞きしておりました。お、アトラクションの扉はここのスタッフが開き閉めしてるので、スタッフルームに行けば合鍵があるんじゃないですかね。スタッフルームか。オッケーオッケー。そのスタッフルームもどこにあるのかわかんないな。さて、こっち行こう。こっち上がしといてと。よし。これでね。あ、なんか新しいキャラいる。あ、あて、あだーん。おいおい、大丈夫か。怪しい人が忍者屋敷の方へ走っていくのを見ました。怪しい人？お、なんかめっちゃ怯えてる。折り紙、怖い。あ、もうトラウマになっちゃってる。いや、僕も怖いよ、折り紙。ね。あー、いるじゃん。そういう行った矢先。あー、危ない危ない。あ、めっちゃ徘徊してるけど。なんで後ろ向いてたじゃん、完全に。あー、逃げろ。よしよしよし、ここまでは来れないようだ。さて、なんか可愛い忍者っぽい子がいるよ。あの子何なんだろう。なんかめっちゃピエンピエンしてるんだけど。さて、あ、オッケー。さあ、話を聞いてみようか。どうしたの、そんな浮かない顔して。水遁の術と間違えて手裏剣を持ってきちゃったでござる。なんで間違えんの。口に加える筒はどこかにないでござるかな。その手裏剣の穴開いてるとこでいいじゃん。これストロー、タピオカストロー、どう。それはちょうどいい。まるで加えるためにあるみたいでござるな。だってそうだもん。あ、でもすごい、他の猫たち髪のストローやってる環境にいいね。その筒と拙者の手裏剣交換しようでござる。やだ、無念、ごめん。はい、どうぞ。片付けない。では手裏剣でござる。やった。おー、手裏剣のセットたくさんあるからいっぱい投げられそう。そうだね、1個くらいもらってもいいかも。お、めっちゃ違和感ある。これ、この筒はかとなく茶の味がするでござるよ。味が染みてんだね。普通のことしかいない。わ、すごい。この水もなんかお茶っぽいな。めっちゃ濁ってんじゃん。それは確かにいるわ。あ、え？あ、手裏剣で開けられる？もうダメか。あ、なんかめっちゃ光ってる。なんだなんだ？中にかぐや姫でもいるのか？あ、神の手？お、神の手をどうやって使うんだろう。じゃあやってみるか。ん？手の位置リセット。これは？なんか掴みそうじゃない？ほら、叩く！そこ叩くの？お、取れた。あ、そこにキノピオいたんだ。川向こうにある大きな建物が忍者屋敷カラクリです。
やってみたいけど、なかなか歯応えのあるアトラクションだそうです。楽しそう、行ってみたい。でも行くのは、これが終わった後だろうな。ああ、開いた。わあ、乾燥。よいしょ。お？うわあ、聞いてない。お前らが本当の忍者だ。さすが忍者の里、オエドランド。敵の登場の仕方もやっぱ一味違うな。でもこれここだけ？なんだよ、ハイリゾンじゃん。うわ、あ、ここはキノピオが出てくると信じたい。あ、よかった。うおお、すげえな。助かったけど、口の中が灰だらけです。灰ってどんな味するの？口直しのお茶を飲みたいです。そういえば、土屋にストローでお茶飲む変なお客さんがいました。あー、もう見てきたよ。ね、ちゃんとね、説教しといたから大丈夫。じゃあねー。お、この辺でよくスタッフさんを見かけるけど、スタッフルームが近くにあるのかな？あ、マジか。ナイス情報ありがとう。この辺？あ、でもこっち壁行き止まりだ。なんかあそこ怪しくない？あの家。なんかあそこめっちゃ怪しいんだけどなぁ。あの、行けないんだよな。あそこ空いてなかったし。よし。おい、君たち。手裏剣持ってきたよ、手裏剣。これでどうだ？かっこいいだろ。え、ダメなの？お、刺すぞ、お前ら。おい、刺すぞ、刺すぞ、ゴロロロ。そういえば、こっちの方行ってませんでしたね。行きましょうか。さて、こっち何が、うお、何？めっちゃでかいハリボテの。お、溶けるかな？謎解きまま。はい、ポーズ、なりきり写真館。めっちゃフランクだな、こっちに来たら。めっちゃでっかい。キノコあるし、キノコじゃない、甲羅。おい、どけよ。硬い、硬い。こら、こら。無理か。じゃあ、こっちに行くしか。お、すごい。壁に張り付きの術やってる。クリボーじゃなくて、キノピオ。あ、こっちに行けばいいのかな？行けばいいのかな？入るよ。あー、めっちゃいいとこ。あ、絶対、これだけ実写じゃなくて、ね、貼り付けられてんじゃん。大丈夫か？写真を撮りに来たのに、私が写真になってしまいました。すごい擬態術だな。スパイの才能あるよ。ね、ミッションインポッシブルとか。どの衣装がいいかな。あー、確かにね、まあ、もう紫がいいんじゃない？なんか、お芋さんみたいで。あ、なんか取れるここ。あ、いいな、乗り気だな。めっちゃ陽気じゃん、このキノピオ。でも特に、ここに来ても、なんもなさそうだな。オリビア？スタッフルームがどこにあるか知ってそうなスタッフの人がどこかにいないかしら。あ、あそこでいいんだ。じゃあスタッフルームに先に行こう。とは言ったものの、ここら辺もちょっと調査したい。あ、なんかひそひそ話してる。ハリボテ、寝てる、動かない。でかい音、鳴らして、起こせ。ほう、でかい音か。でもそのまま叫べばいいじゃん、ね。この思い出の竹を、アンダベルとか歌えば絶対起きるよ。あ、なんかめっちゃいじめられてる。助けなきゃ。おい、おい、何やってんの？ねえねえねえ。それバター焼きすると美味しいよ。でもここら辺ね、特に何もありませんでしたね。じゃあそのスタッフルーム行きましょう。お、なんだ？お、おーおー、こんなところに。あ、めっちゃ近かった。東大元暮らしだったわ。よし、ちょっと待って。紙ペラが足りないから集めといて。あ、で、左の方に宝箱もある。それも取っとこう。ちょ、あら。何が入ってんだ？あ、お宝フィギュア。あ、めっちゃ手に入るね、ここお宝フィギュア。結構わかりやすいとこにあるんで、ね、助かりますね。入ろう。